いやいや、俺だって君より痩せてる時期ありましたからね。ありましたね。ありましたよ、ちゃんと。はい。あ、だから本当にさ、その沖縄でさ、ヒゲさんの、あの撮影をした時、うん、はいはいはい、あったじゃないですか。あの時にさ、うん、あの沖縄の国際通りを、はい、あのドルさんが、あの、うん、プロ用のでっかいカメラでずっとヒゲさんを撮影してる時に、はいはい、南海キャンディーズの山ちゃんといたね、誰かがいて、あれですよ、だからキングコングの西野さんとかですよ。あ、西野さんだった、あれ。うん、すごい塩対応したよ。あれ何年前だっけ。あれだってまだニコ動、ニコ生がなかった時代じゃん。まだニコ動やってない。あー、そっか。で、なんか暇だからじゃあ動画撮るみたいなのやってて、うん、で、国際通り歩いてたら南海キャンディーズの山ちゃんと、そうか、キングコングの西野さんか、そう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 、となんか4人ぐらい芸人さんがいて、他にも多分いらっしゃった、うん、で、無言でずっと撮り続けたんだよね、うん、で、彼らが嫌がって国際通りをずっと歩いてるのをニヤニヤしながらずっと撮り続けてたんだよね。一番性格悪いのうちらだったね、うんうん、で、やめてくださいよって言ってても、こっちはリアクションせずにガチカメラで撮ってずっとニヤニヤしてたっていう相当嫌な素人だよね。俺引いてたよ、そこに関しては。うわーって、僕めっちゃ面白いと思って。うわ、嫌なやつだね、本当に。うん、あれ西野さんだったんだ。山里さんだけがすごい、ごめんね、ごめんね、そうだ、ごめんね、あの、そういうの撮らないでほしいんだよね、みたいなのがあって、うん、ニヤニヤしながら見したって、ね、西野さんはガン飛ばしたの、ずっとファンに対して。あ、そうなんだ、うん、よかった。よく殴られなかったな。だからカメラ回してたら人は殴れないよね。まあ、しかもね、向こうはね、テレビに出てる芸人さんですから。で、しかもほら、プライベートで遊びに来てんのにさ、うん、で、そのカメラがガチカメラだからさ、ああ、そうか、素人かどうかも分かんないから、うんうん、ガチ入れしていいかも分かんないっていう、その微妙な感じだったんだよね、うん、まあでも、で、僕らよりも、でもファンの人たちがすごかったけどね。まあでもほら、ファンがいなくなるまでずっと俺ら追い続けてたじゃん。してましたな、うん、で、もう国際通り終わってるのにもずっと追い続けてたじゃん。今度覚えてるか聞いてみて。彼らもたまたまかなと思って、うん、その歩いてったのを U ターンして帰ったりしたのよ。で、そしたら僕らがすれ違ったらたまたまになるけど、はい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 、で、僕らも U ターンしておったじゃん。ほんとひどい素人だよね。確か性格悪いね。いや、ほんとにひどいよね、うん、めちゃくちゃ面白かったけど。だからやっぱね、立ち悪いよ、君。いやいや、俺何にもしてない。俺の周りが立ち悪いだけで、はいはいはい、法律では触れてないからね。だからそこだよ、それ取られたくなかったら国際通りとか歩かなきゃいいんだよ。今の西戸さんに言ってやれじゃん、それを。いやー、なんか本当ね、申し訳ないよね。思ってないでしょ。うん。なんだろう、いや、なんだよ、それ。うんじゃねえよ、そこは。いやいやいや、思ってますよ、みたいなさ。今はさ、一応西戸さん知り合いではあるけどさ、うん、そんな迷惑をかけてたことも忘れてたわけでさ。まあ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 。いやあ、まあ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 、でもほら、僕みたいな素人が多分世の中いっぱいいてさ、そうだね、同じような迷惑受けてると思うんだよね、うん、だからまあね、たまーにトラブル大きいじゃん、そのカメラ奪い取ってパキンって割るみたいな、うん、いや、なるよ、そりゃ、うん、いや、ほんとだからタレントさんって大変だよね。いや、そうだろうね。次、ひろゆくんが西野さんと共演するときにはそのコメントを、沖縄の国際通り覚えてますかみたいな、はいはいはい、やってくれたらきっとひろゆくんが覚えてないと思うけど、ね、楽しそうにそのエピソード喋ると思うので、はい、ね、いや、僕それやられたらどうするだろうなと思ったけど、まあでも何にもできないから巻くんじゃないの。いや、巻かないと思う、多分巻きようがないし、ただ巻く必要もないよねっていう。で、多分僕だったら無視するんだ、撮影しちゃうかな。ああ、お互い様ね、うん、逆に。ああ、まあまあまあ、うん、そうね。いやー、気違い素人に巻き込まれてこんな感じの人たちなんですよっていうので、お互いに撮るっていう微妙な空間で、微妙だな、うん、なんてそのチキンレス嫌だな。で、多分動画撮影すると飽きるから、うん、生放送に変える。ああ、そうだね、うん、で、あの、スパチャをもらうじゃあタックルするいましたよ、このタックルおかしな人が。犯罪だっつうの、はいはいはい、障害になっちゃいますから。その撮影合戦、横から撮影したい、そうなってくんだろうね、きっとね、うんうん、あ、面白いのね、でもね。え、そのおかしな撮影してる人がいるって生放送でやると、うん、やっぱ国際通りは観光客もいるしさ、たまたま気づいた人も、ああ、お、なんかおかしなことあってるぞってまた撮影されるみたいなさ、うんうん、その多元的な状態はちょっと面白いでもその渦中には痛くないでしょ、うん、あ、痛いんだ、うん、あ、僕そんな感じで、ほら、あの、揉め事大好きだからさ。まあ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 、まあ、だから相手が、だから今回で言うと吉本の芸人さんの、要はテレビとある程度こう、うん、イメージも保たなきゃいけない人だからいいですよ、う
これがじゃあ普通に生主だったんですか。生主取らないもん別にいても。いやだから向こうが取り始めて、あーあこんにちは、で何やってんすか、ニコ動ですか、 YouTube ですか、あ普通に話しかけ、うん、まあそうだよね、それができればね、まあ、うん、あニコ動ですか、へーとか、うん、あ YouTube ですか、なんて名前のチャンネルですかって、多分普通に僕話しちゃうと思うんだよね。そうだね。じゃあなんで西野さんに話しかけないの、こんにちはって。いや多分ね、その嫌だろうなってそこですよそこが性格悪いって言ってんのだからあの時はでもさ打ち合わせもしないけど、うん、これは無言の方が絶対面白いっていうので、うん、話しかけもしなかったじゃん。しなかったね。多分ファンなんですって言ったら、うん、多分相手もなんかリアクションするけど、うん、ずっと僕らニヤニヤして撮ってたじゃん。なんだあの多分5人ぐらいうちはいたと思うんだけど、まあまあ確かにそう写真撮ったりとかね、うん、した上での中だったけど、まあだからそのそれがなかったら次時点であったのはひげおやじ池だったと思うね、はいはいはい、ご存知スーパースターひげおやじがみたいなので絡むっていうのでそうそうそう変な素人なんだけど、うん、それよりももっと嫌なのは何のリアクションもしないんだなっていうのを暗黙の了解で分かるっていうこと。怖い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 、性格悪い素人相手からしたら不気味でしょうがないよね、みんなニヤニヤ笑ってるしでも必要以上に絡んでこないから相手もリアクションできないんだよね、うんうん、本当ね、そういう素人いっぱいいるんだと思うんだよね。いやそうだと思う。今の方が多いでしょ。だってほら YouTuber っていう人たちもたくさんいるわけだしさ。あでも今の人って逆にその一緒に撮りたがるじゃん。ああそうだね、うん、だから逆にそうね、その悪いことをしないと思うんだよね、うん、要はその YouTuber は自分も好かれたいから、うんうん、その嫌がらせを純粋にするわけじゃなくて、まあ、相手が嫌がったら、あすいませんどうもありがとうございましたって言っちゃうと思うのよ。そっか、僕ら完全に嫌がらせ続き満々だったから、ね、いやいやいや、それしかなかったもんだって。いやちょっと待ってください西村さん、ちょっとなんか、はい、僕は違った僕は違った、でもやめようよとかもないじゃんヒゲさんから。君らが怖かったんですかあれ多分ね、やめた理由ね、僕ら飽きたから、ね、そうですよ、そうですよあのずっと追って、はい、U ターンもして取、はい、取りたかねえから、はい、いや、もう僕はもうだから西村兄さんが楽しそうだから仕方なくそれについてっただけで、はあ、もうどこができるんだったらもう西村さんですかってファンですって言ってこう、もうコメントでただただ怖いなってそうだね、そうだね、うん、怖いよね。君が一番怖いよ、だからそういう意味で言うと。だからあの場にいた全員が同じ性格だった。いやいや、僕はもうファンでしょうがない。まあまあ嫌な、嫌われちゃうって思っても。あでもあの時うちの嫁いたんだよね。ああそうだね。だからあいつも性格悪いんだよ。やめろよお前。お前やめろよ。一番やめろよ、はい、本当に、はい。すみませんでした。うん